8月7日放火され全焼したトッテナムのカーペット店イギリス暴動は2011年のイギリスで発生した暴動全国規模に発展したこの暴動において合計5名死亡8月13日までに暴動放火略奪の容疑で1600人以上が逮捕され8月25日までの逮捕者は2000人を超えた暴動による経済的損失は 保険会社の損失のみでも8月11日時点において2億ポンド以上と推定されている。イギリスのロンドン北部にあるトッテナムにて黒人男性が警察官に射殺されたことをきっかけに2011年8月6日より発生した暴動。暴動はトッテナムや首都ロンドンのみならずバーミンガム、マンチェスター、リバプール、ノッティンガム、ブリストルなど イギリス各地の都市へ拡大した。暴動に関与していた大半の層は低所得階級の家庭で育ったチャブと呼ばれる無職の若者たちだったが貧困層とは無関係のロンドン五輪のボランティアやバレリーナ、教師や大富豪の霊場、11歳の少女等の10代から40代までの様々な層も含まれていた。スマートフォンから利用するフェイスブックやツイッターの SNS が暴力を拡大させている。また、ストリートギャングが暴動を先導しているともされる。暴動をめぐっては、その後約1300人が裁判所に出廷。裁判官は、量刑ガイドラインにこだわらずに判決を下す要助言を受けているとされ、ボトル入りの水をスーパーから盗んだ学生には、禁錮六ヶ月が下された。チェシャー州在住の20歳と22歳の男には、 フェイスブックで暴動を煽ったとして、禁錮4年の実刑判決を言い渡した。罪に問われた子供の裁判を欠席する親も多く、A 氏の多くは、貧困、失業、消費主義の問題を超えている。A 社会は、善悪の規範、倫理観、責任感を失ったと解説する。ロンドンの暴動、参加者は、暴動の組織化に、匿名性の高いブラックベリーの無料のメッセージ機能、 p b m が多く使われた。p b m は無料で一度に多数のユーザーに送信でき、データが暗号化されるため、当局が追跡できないことから、暴動に参加した若者に多く利用されていたという。英国のデビッド・キャメロン首相は、臨時召集された会員での声明の中で暴動の計画に利用されているとして、各種の SNS の遮断を検討していると発表。 軍に協力を要請することも検討。首相は、情報の自由な流れは、良いことにも使われるが、悪いことにも使われるとし、ソーシャルメディアが暴力のために利用されるなら、我々はそれを阻止しなければならない。従って、我々は、現在、警察及び情報局、企業らと協力し、暴力の計画に悪用されている、ウェブサイトやサービスの利用を遮断することが正しいか、 どうかを検討していると語った。A 警察は、ツイッターなどのソーシャルメディアが暴動を組織化するのに使われていると批判した。オンラインで暴力行為を煽ったとして、Facebook、ツイッターユーザーを調査を開始。ブラックベリーの販売元リサーチインモーションはこれに関して当局と協力してあらゆる支援をしているとのコメントを発表。だがこれに反発したグループが、 ブラックベリーの公式ブログを改ざんするという報復行為に出た。Facebook ページでは、暴動後のクリーンアップ運動を呼びかけるページも解説されている A 警察は、路上監視ビデオの映像からボートの特定を進めており、容疑者の写真を写真共有サービスフリッカーで公開した。監視カメラに映った人物の写真の公開により、身元特定に役立つ情報を提供する機会を、 できるだけ多く市民に提供するとしている。一般のネット市民が立ち上げたウェブサイトではボートたちをアップ撮影した写真を特定し、匿名で犯罪通報するシステムが運営された。ただ、こうした顔認識技術の使用には違法性も指摘されており、ネット情報の不正確さと誤認による名誉毀損、指摘制裁によるさらなる犯罪発生も懸念された。 YouTube 上でもマレーシア人学生の強盗に遭遇する瞬間を捉えた動画などが投稿された。死者5人、2億ポンドの被害を出した英国の暴動は2012年夏のロンドン五輪の開催も危ぶまれた。ロシア連邦会議国際問題委員会、ミハイル・マルゲロフ委員長は、イギリス各地で発生しているような暴動は多分か、共存政策の失敗であり、危険性は、 他のヨーロッパ各国でも繰り返される恐れがあると懸念した。ありがとうございます。